イギガイ TV へようこそ。サワディユキニです。サワディカップ、いつもイギガイ TV にご支援ありがとうございます。でね、前回コメント返信動画やったんですが、もう非常に好評というか、そのコメント返信動画にもたくさんコメントいただいて、で特にみんなね、長文で書いてくれる方とか多くて、読み応えもありましたし、あ、こうやってみんなね、こう真剣に考えてるんだなってことが分かって嬉しくなりました。ということで、今回はそのコメント返信動画へのコメント返信動画になるんですが、だいたいカテゴリー的にはまずそのミシャと三上 GM の責任っていうところで、その今季怪我人がたくさん出てしまった沖縄キャンプっていうところで、ミシャの後継者っていうところ、まあこのカテゴリー順にね、話していこうかなと思います。よろしくお願いします。で、まずこの方、どっちもやめなきゃ話にならんよ。最低の結果を出して責任を取らなきゃならんのは会社と一緒。特に三上 GM が大先輩、5連敗8連敗した監督を続投させ、遅すぎる大量補強と、外人はカスばかり。これでこう続投なら、どんだけ面の皮が厚いのよ。だしサポもやめろと言わんなら、もう終わってるねコンサバ、ということですね。やめなきゃいけないと。でこちらの方はちょっとスタンス違くて、今季クラブ全体のマネージメント部の部分で失敗したのは明らか、三上 GM には何かしらの責任は取ってほしいけど、ただそれが必ずしも辞任とは限らない。前半戦負けまくったの理由が、ミシャでも選手でもなく怪我人が出まくったこと、今ちゃんと勝てているのを見れば明らかと。それを認めた上で来季以降適切な体制を取れるなら続投してもいいと思うし、だんまりやトンチンカンなことを言うんであればやめた方がクラブのためということですね。うん、まあ誰かしらが責任というか、まあそういうふうにね、今サガン鳥栖は降格しましたけど、やっぱり社長に対しての、ね、社長が降格決まってすぐホームページでね、声明みたいなの出したんですけど、それに対してもね、かなり批判の声というか、上がってましたね。で、5連敗8連敗した監督を続投させっていうところなんですけど、まあそれこそサガン鳥栖は監督交代をね、シーズン途中にしましたが、監督交代したけども、その後一勝もしてないんですよ。なんで、ちゃんと監督交代っていう劇役が外れることもあるってことなんですよね。うん。特にシーズン途中だと、フリーの、監督を探すか、内部昇格させるかってことになるんで、なかなか難しい部分もあると。で、例えば去年だと、ガンバがめちゃめちゃし、去年の最終盤、もう調子悪すぎて連敗しまくったまま、今季を迎えたんですよね。監督はポヤトスのまま。で、今季も途中めちゃめちゃ不調になりましたけど、ただ順位的には、まだ一桁順位なんですよね。てな感じで、そういう場合もあると。で、なんで今季三上 GM はミシャを続投させたかっていうのを話したことがありまして、そもそも去年の最終節の時に、来季もミシャに託したいっていう話を しましたよね。挨拶でしたんですけど、その時に隣にいた杉浦さんはミシャに対してもう、三上 GM の挨拶を全く通訳してなかったんですよ。もう全く通訳してなかったっていうのは、もうそこの間ではどういう挨拶をするかっていうのはもう話終わってたと思うんですよね。ただ、その時の挨拶はもう来季もミシャに託したいみたいな、みんなの力でミシャも来季託し、ミシャに来季もやってもらえるようにみたいな話し方だったのが、シーズン開幕して不調に陥るともうミシャを続投させるしかなかったみたいな言い方にちょっとスタンスが変わってきてて、それちょっとんと思うところあったんですけど、
その理由としては、今季はもう転換期になるシーズンだっての分かってたと。これだけ選手が入れ替わって、でクラブとしては黒字化目標、黒字化させて、クラブライセンスっていうところをちゃんと更新しなきゃいけないと、そういう転換期になるの分かっていたので、ここで選手がたくさん入れ替わる中、ミシャも監督まで変えるっていうのはできなかったみたいな言い方に変わっていったんですよ。まあそれが現実じゃないですか。そこまでのリスクを負えなかったというか、まあそれ、ミシャを続投させたのがいいか悪いか、まあそれ分かんないじゃないですか。他の監督が来てないんで。なんだけど、三上 GM としてはリスクヘッジとして、これだけ選手が入れ替わる中なんで、せめて監督は変えないでいこうというのが、リスクを避ける選択だったということなんじゃないですかね。はい。で、先ほどの方が言うように、もう低迷の原因っていうのは、怪我人をたくさん出したからであって、っていうことにつながっていくのかなと思います。だからそれで、怪我人がたくさん出たからしょうがないよね、で、納得する人がいるのか、納得みんなができるのか、っていうところなんですけど、納得してるかどうかっていうと、こちらの方のコメント。去年の US の事件以降から、三上 GM の危機管理能力の低さが露呈されました。こういう人をトップにして、なおかつ GM を兼任させたこと、すべての悪手の始まりだったと。金がないのは分かっているはずなのに、ミシャのような監督を、前提とする、チーム。まあ、簡単に言うと、その、ミシャっていうのは、この人が言うには、選手固定して、若手を育てず、選手がちゃんと揃ってないと力を出せない監督なのに、ということなんですね。で、金がないから補強しなかったというのであれば、クラファンをすればよかっただろう、という意見ですね。まず、その US の事件っていうのは、去年の、アウェイのヴィッセル神戸戦、イニエスタが対談するラストマッチの時に、アウェイがもう指定席で販売されてて、で指定だと、こう、応援のリードする US、ね、札幌のウルトラスの US の人たちが集まって応援できないからっていうことで、こう、席を、なんか、もともとクラブとも話し合いは事前にしていたみたいなんですけど、なんか自由席にしちゃおうみたいなになって、そうすると、自分の席がなくなってしまった人とかが出てきてしまって、なんでそういう困った人たちに対して US ではなくてクラブがそこをかぶった、でそういう人たちにクラブがから返金したっていう話ですね。で、巷というか言われてるのは、その時に US はクラブに、借りを作ってしまったから、今季こういうふうに低迷していても批判もしないとね、いう、それはその、あの時借りを作ったのが原因なんじゃないか、みたいな話なんですけど、どうなんすかね。そうなのかな。まあ確かに、こんだけ、最下位とか、何連敗ってしてたら、普通のクラブだったら、お社長出てこいとか、バス囲んだりとか、まああるとは思うんですよ。あるとは思う。ただ、US の人たちも、なんかちょっと変化してて、まあ今季この苦しい状況だからなのか、それとも自分たちのアップデート、まあそれこそその、いろんな事件とか批判を受けてることによってアップデートされてきてるのかわからないですけど、ただこう、なんとなく去年までとかは、ちょっとオラオラ系っていうか、声出せ!おい!みたいな感じだったのが、一緒に応援、お願いしますみたいな。口調からなんか変わってきてて。安中さんとかも、近くで見てて思ったんだけど、ハーフタイムから戻るとき、ハーフタイムで一回みんなトイレとか行くじゃないですか。戻るときに、ちょっと早めに戻りましょうみたいな感じで呼びかけてて、あれ、こんな感じの喋り方だったのかなって思ったりしたんですよね。てな感じで、批判、してないのがおかしいのか、この巷で言われるね、
クラブに対してなんでもっと言わないんだというのが、なのか、それともこの苦しいシーズンなんで一緒に批判したって成績が上がるわけじゃないわけで、雰囲気が悪くなっていくわけなんだから、サポートするってことに全力を捧げているのかもしれないなと僕は思いました。で、そうやって批判を受けてくることによって、特に札幌だとこう結構ね、クラブの創設の時から応援している年配の方とかもいるわけで、結構札幌って年齢層が高めなんですよね。 J リーグのクラブの中でもサポーターの、そういう人たちに対してちゃんとこう丁寧語で接するみたいな、そういうアップデートができているのかなと思いました。で、まあそのミシャを続投させたこと自体が間違いだろうという話なんですけど、小野伸二が、ミシャの戦術は間違いないんだと、それを信じてやるべきだっていうふうに言ってることもあったりとかで、いやー、この僕らねに比べたらやっぱもう小野伸二さんが言うんだればそうなんじゃないのかなと思わざるを得ないですよね。で、完璧な人間はいないんで、っていうところで、もちろんミシャに対してはこうしてほしいとか、これはねもっと、札幌の最初の時は若手をガンガン使ってやってたはずなのに、いつの間にかその若手たちもね、高年齢化してるのに、なんでそっちがベースになっていくんだという話ではありますけど、なかなか、逆に言うとミシャが使いたいと思えるような選手をちゃんと補強できていないっていうところもあるのかなと思いますね。で、クラファンの件なんですけど、まあ思いますよね。そんな金ないんだったら相談してくれよと、こっちもそう動けるよと。特に去年もクラファンなんか、なんでやったのかよくわかんないクラファンやったじゃないですか。で、やったっきりで、あれに毎年やっていくのかなと思ったら、クラブの、補強資金に対してのクラファン、去年の一回きりで終わっちゃって、なんだこれと思ったんですけど、クラファンって効率悪いんですよね、お金的に。まずクラファンをやって資金は集まったとしても、そのクラファンの運営会社に手数料かなり入れなきゃいけない、半分近くなのかな、なんかそういう話も聞いたことありますし、クラファンをしてくれた人へのリターン品をわざわざ用意して、で送るじゃないですか。そしたら手元にこれ残んのお金がって話ですよね。ほら、本当に手元に残んのかと。僕だったらですよ、コンサドーレっていうのはイベントの主催者なんだから、チケットとかあるじゃないですか。そういうもう新たに作らなくてもいい、もうすでに手元にあるものを配ればよくないですか、リターンで。そうすれば、わざわざそのリターン品のために新しくグッズを作る必要もないし、例えば毎年入場特典で配ってる T シャツとか、ああいうものをもっと多めに作ってクラファンしてくれた人に対してリターンでやれば、新しくグッズを作るなんて意味なくないですかと思ってたわけだ。そういう反省を生かして、毎年毎年クラファンやっていくのかなと思ったら、去年の1回きりで、しかもあの時の費用は、まあ高木俊の補強費用になって、で、あとジムの、クラブハウスのジムの改善に使われて、で、強豪クラブとの親善試合のためっていうふうにやってまして、で、今年ついにそれが、開催されるのかなと思ったらされずみたいな。で、せっかくクラファン一回やってみて、それによって反省点とかたくさん生まれたと思いますし、特に今期っていうのは、誰が見ても危機的な状況だったわけで、その去年の反省を生かして今年 J1 残留に向けてのクラファンっていうのをやってよかったと思うし、そうやってこう J1 残留クラファンをに対してお金を払った人も、そういう共に戦ってる気持ちになったんじゃないかなと思います。ただ、J1 残留クラファンで自分もクラウドファンディングにお金払ったのに、
それがちゃんと成果として現れなかった時に、お、なんだよって話になったかも。うん、まあ、クラファンってだから、どちらかというと、知名度がない人とか、あんまりこう世間に知られてない人が、自分のこう夢とか目標を語って、で、クラファンっていうところに出すことで、知ってもらって支援してくれる人を集めるっていうのがどちらかというと、クラファンの使い方で、もうコンサドーレぐらい大きなところがクラファンやるっていう意味というか、ちょっとこう成果として出づらいのかなっていうふうには思います。で、こちらの方、長期政権はどの分野でも良くないことが多い。うん、ねえ、去年までミシャっていうのは、広島、浦和どちらも6年半で契約終わってた、クビになってたりとかして、去年は7年目の契約をつかむんだっていうモチベーションで、杉浦さんと話してやってたと。じゃあ7年目の契約をつかんだ今年、何をモチベーションに戦うのって話になりますよね。うん、で選手も入れ替わって、タイトルを狙える戦力でもなくっていうところで、結局そのミシャに任せとけば大丈夫だと。うん、残留ね争いとかにしないと、ミシャに任せとけばなんとかなるみたいな、そういう、ミシャにこう任せてきた部分がどん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 こう積もってきて、今年のこの低迷とか混乱とか、そういうところにつながっていったんじゃないかなと。最初のそのミシャを続投させるしかなかったみたいな、いうところも含めて、ミシャに任せとけば大丈夫なんだみたいな、思い込みというか、うん、が本当のクラブの中での問題点とか、補強がそれこそ当たってないよとか、取ってはいるけど全然はまらないよとか、そういうところをこう見えなく、そういう本当の問題点のところをごまかしてしてしまっていたのかなって気もしますね。はい。で、こちらの方、三上が本音を言ってないとしても言い訳に過ぎないと。緊張の島が固いならキャンプ前にお金はかかるかもしれないが、帰ればいいだろう、熊本のみにするとか、っていう話ですね。無理だと思います。まあ、まずそのキャンプ地っていうのは長年こう同じところでやってて、まあ、だからこそそのピッチが硬いっていう問題にちゃんと気がつけなかった、例年通りなんだから大丈夫っていうところではあったかもしれないんですけど、そもそもそのホームタウンとの関係性とかありますし、でだから同じところでやり続けてる、協力してもらってるわけですよ。多分その単にそのピッチだけじゃなくて、そのピッチを管理してる市町村との、関連性とかあったりするわけですよ。で、キャンプ始まる時にはその、町長が来たりとか、その歓迎を受けてやるっていうね、もうある意味そのただ単にスポーツチームのキャンプという合宿というよりも、そういう行政との関係を維持するみたいな意味合いもありますし、じゃあピッチが硬いってなって他に移ろうにも、もうどこのもうキャンプやってるわけで、新たなピッチを確保するっていうのは難しいんじゃないのかなと思いますね。それ以外にも宿泊先とかの用意とか、それこそ飛行機とかもありますから、ちょっとそれは難しいと思います。だからといってこれだけ怪我人を出して、しょうがないにはならないんで、やっぱそういう例年通りとやってきたことが失敗を生んでしまった、リサーチとか怪我人がたくさん出てしまったことを避けられなかった事実がありますんで、やっぱりそこは見直すべきじゃないかなと思いますね。で、こちらの方、選手の取る選手の質が落ちているんじゃないかという話ですね。
で、そんな選手たちでキャンプをやったら怪我人が出てくるのはもう当然だと。で、キャンプが雪国だからって長くするのは選手の疲れをためるだけ。青森山田とか見習って雪中キャンプをやって休ませるとか考えればいいという話で、選手、確かにこう、この前ちょっと人と喋ってて思ったんですけど、そもそもなんか大怪我した選手とか怪我持ちの選手とかを取る傾向にあるなと思いますね。例えば長谷川達也も去年ベルディで J1 昇格に貢献しましたけど契約延長ならず。でまあもともと怪我が多い選手だし、高尾選手も今すごいやってくれてますけど過去に大怪我した過去があって、まあそれはチャナティップ、ね、札幌戦でチャナティップにひどいスライディングを食らって怪我してしまったんですけど、みたいな、そういう怪我の歴がある選手とか、怪我しやすい選手を取ってる事実はあります。ただそれは、多分、その、怪我をしにくさよりも、テクニックとか、そのポジションサッカーっていうのを意識してそういう怪我の多さに目をつぶって、技術のある選手を意図的に集めてるってことだと思うんですよね。なんでその、まあ、補強の方針というか、それこそだゴールキーパーも身長の低さに目をつぶって足元で、つなげる選手を選ぶとか、そういう、まあ、方針なんですよね。ただまあそのあんまり新しく加入してきた選手でスタメンが取れてなかったりするのは事実なんで、やっぱそういうところはもうちょっと考えないといけないかなと思いますね。で、その長期キャンプだからさらに怪我人が出るんじゃないかという話なんですけど、まあちょっと希望的に思ってるのは2026年にシーズン移行したら、冬の、今はそう冬のキャンプがメインなのが、夏のキャンプがメインになる開幕前なんで。なった時に、結構多くの J リーグクラブが北海道とか東北とかでキャンプすることになると思うんですよ。国内だとね。現にもう WE リーグっていうのは、もともと開幕の時から、秋春制なんで、夏場、WEリーグのチームが北海道でキャンプしてるんですよ。例えば、レッツレディースだと北斗市だし、野島は、あれどこだったかな、北見かな。で、網走ではジェフと大宮がキャンプしてて、みたいな感じで北海道がキャンプ地になるわけですよ。で、最近の札幌の夏が暑い暑いとはいえ、やっぱ本州の湿度に比べたら全然マシなんで、で、夏場のキャンプ、わざわざ外にキャンプしに行かなくても地元でできると。まあ、宮の沢で同じように練習し続けるのかわかんないんですけど、夏場のキャンプ、メインのキャンプをわざわざ沖縄とか熊本でやらずとも、北海道でやれるってなれば、だいぶ、その、キャンプの費用とか選手への負担というのが下がると思うんですよね。なんでこの2026年のシーズン以降の時に J1 にいるっていうことが大事だと思ってて、つまりこの毎年毎年、まあ、特に今年は怪我人が多くてひどかったですけど、怪我人がいなかったとしてもキャンプのやっぱり疲れっていうのは、まあ西大吾はそんなことないって言ってましたけど、もう明らかに不調でスタートダッシュが悪いと。で、例年であれば、まあ開幕からね、調子悪いのはいつものことだよねと思ったら、もうズルズルいってしまったのが今季ですけど、じゃなくても毎年、やっぱり長いキャンプ疲れとかがあるのか、スタートダッシュが悪いじゃないですか。で、こう本気でこの先、リーグのタイトルを取っていくってことを考えたときに、開幕からつまずいてるようじゃ、取る確率っていうのはかなり低いですよね。はい。なんで、この、キャンプ疲れっていうのを解消するのは、自分たちでは難しいけど、シーズン以降というチャンスがあるんで、この2026年の時に、
生かしてほしいな。そのためには2026年に J1 にいるっていうことが大切なんじゃないのかなと思います。で、なんでキャンプ疲れっていうのがあるかっていうと、例えばワールドカップ前とか、それこそこの試合は絶対大事だからね、大事な落とせないとか、そういう大会前とかだったらわかるんですよ。だからそれって短期間だから雑念とかそういうところから遮断されて集中力が保てるわけで、こんなに2ヶ月も集中し続けられる人間っていなくないですか？何のためにこんなに長いキャンプやってんのか、確かにわからない部分あります。で、他のチームであればキャンプはやるけども、ある程度の期間でそうやってこうみんなで生活してチームワークとか戦術とか高めて、で地元に帰りプレーシーズンやって、で開幕を迎えるのに、札幌はずっとそういう長いキャンプやってて、で怪我人を出してとか。で、特に思うのは、これってあんまり話されてないですけど、まあキャンプの合間合間には家族と会ったりとか、そういう地元に戻る機会、そのキャンプの切り替わりとかあると思うんですけど、やっぱり家族とか彼女とかに会えないって精神的に辛いでしょうね。特に例えばこう、スポーツ選手とかだと体力とかもあるし、例えばその家族に会えない、性的なものってどうしてるのかなって本当に思いますね。これだって、まあ、独身だったら、例えばね、なんか昔、U20 ワールドカップカナダで行われた時に、安田道博とか、柏木とかは、こう、ナンパしに行ってたらしいんですけど、独身だったら、まあ、そういう方法もあるじゃないですか。お店に行くとか、夜ので、ね。こう、結婚してる選手だったら、なんかそういうわけにもいかないだろうし、だからそういう選手たちをこう拘束し続けることにあんまりこうね、もちろんこう仕事だからキャンプするけど、それによってこう集中力とか精神のメンタル的な安定とかがそがれてしまうんじゃないのかなって思いますね。だから僕もこの今の長いキャンプっていうのは、練習場所がないから仕方なくやってるっていうのはあんまりにもなんか消極的な理由だし、で現に毎シーズン開幕からスタートダッシュに失敗してるわけで、改めなきゃいけないと。で、改めるチャンスが2026年に来るので、ぜひその時に J1 にいてほしいなと、いなきゃいけないなと思いますね。チャンスだと思います。で、こちらの方、ミシャの公認監督の話ですね。コーチの沖田さん、あるいは杉浦さんでいいのではないでしょうか、という話です。で、この話も三上 CM が出したことがあって、で具体的に3人の名前を挙げました。よもだ、沖田、名塚ですね。この3人が、とは連絡を取ってるし、公認候補だっていう話をしたことがあります。で、その後に、2回目のオンラインミーティングの時に、よもださんが逃したみたいな話をされて、三上 GM は、まあ、よもだは俺の親友だから、よもだが、公認になるかもしれないけどみたいなことまでちょっと喋ってましたけど、確かにクラブ的にすごい重鎮なんですよね、沖田さんね。監督経験が今一人だけないで、けど札幌でずっとコーチをやっていると。で、ちょっと正直沖田さんの喋ったこともないしわからないんですけど、どちらかというとそういう監督と選手の間に入ったこうつなぎ役なのかなって気はします。 S 級は持ってます。で、杉浦さんも今 S 級の研修に行ってて、ただ S 級の研修って最終的には海外研修もあるんで、まだちょっと、例えば来年、じゃあ杉浦新監督誕生かにはならないです。で、もちろんね、杉浦さんはずっとミシャの下で通訳やってて、で、もうある意味ミシャの分身みたいなもんじゃないですか。
だったら杉浦さんでミシャの後任間違いないよねと、いいじゃんって思うところなんですけど、なんかどうやらね、そうはなかなかならないみたいなんですよ。うん、ちょっとこれはメンバーシップで話そうか。ちょっとなんか聞いたところ、なんかそうもいかない、僕もそう思ってたんですよ。もういいじゃん杉浦大輔で、顔もかっこいいしね、50歳であのビジュアルはすごいと、何でも人気も出るだろうし、もういいじゃんと思ってたんですけど、なんかそういう簡単な話ではないというのが、サッカー関係者の話ではあるそうなんで、まあこれもちょっといつか喋りたいなと、メンバーシップで喋りたいなと思います。メンバーシップ始めますからね。で、こちらの方、 J2 降格したら誰が責任を取るのが適切か、コーチやチームの編成する人を変えた方が良さそう。俺は次の監督を呼べるなら OB のゴン中山を呼びたい。ゴンが沼津でやっているサッカーは攻撃的ですよと、うん、変化を恐れずにというところなんですけど、僕もゴンさんいいと思いますね。はい、というのはやっぱ OB ですし、でミシャの後ってやっぱり誰がやっても大変だと思いますね。ミシャっていうやっぱカリスマとか、やっぱミシャの下でサッカーしたいから来てた選手とかもいるわけで、でその後任ってなるとなかなか難しいと。特にミシャってもうこれだけ長いことやってて、キャラも立ってて、でその後誰がやってもちょっとこう地味になってしまうかなと思うんですけど、まあ、ゴンさんが例えば J1 初挑戦とかっていう風になれば、まあ、ある意味ミシャよりも注目されるは間違いないなと思います。で、ゴンさんとね、今季初対戦、監督ゴンさんとルヴァンカップで初対戦したんですけど、やっぱりそうやって僕らコンサドーレサポーターにとってやっぱり特別な瞬間というかだったわけですよね、ゴンさんとの対決で、ルヴァンに実際対戦した時に、対戦後ゴンさんがゴンさんのベンチに挨拶に来て、でミシャと抱擁を交わした後にミシャがゴンさんに対して結構長いこと語りかけてたんですよ。まあ大体ミシャは喋ったりするんですけど、いつもに増してちょっと長くて、その喋ってる時間が、通訳その時入ってた渡引さんを通じて、もうなんかすごく語りかけてて、何を喋ってるのかすごい気になったんですよ。なんで後日宮野さん行ってですね、その渡引コーチに、そのね、コンサーファンとしてコンサートの対決っていうのはすごく胸に来るものがありましたという話をしたら、渡引コーチもね、うんうんとうなずいてくれて、であの時ミシャはゴンさんに何を語りかけてたんですかって話を聞いたんですよ。うん、そしたらもともと沼津と対戦するにあたって、まあ、スカウティングをしたと、ね、相手に対して、でその時に沼津がいいサッカーしてるっていうのはもう非常に分かったと。で実際今日対戦して試合は我々がね、札幌が勝ったけども非常に素晴らしかったよってことを伝えてましたっていう話をね、教えてくれたんですよ。ということなんで、ミシャもそのゴン中山のね、ゴンさんの監督としての能力とか、チーム作りマネージメントの部分を認めてるわけなんですよ。うん、でしかもコンサドレ OB でじゃないですか。お、じゃあいいじゃないかと。ミシャの後任ね、こう、やっぱりミシャもいつか離れなきゃいけないし、で特にこう、今季このままだと風当たりも強いだろうし、ただ、その後なんかちょっとこう、ミシャがいなくなって地味になって、元気いなくなってね、こう地味にチームが見えちゃうのも良くないと。いいじゃない、ゴン中山でと思うじゃないですか。沼津がね、まだ昇格のチャンスあるんですよね。ちょっと一時期はもう昇格かってところだったんですけど、ちょっと下がってきて、ただ今まだ5位にいるんで、 J3 昇格プレーオフに参加すると思うんですよ。だから J2 昇格プレーオフか。なんでもしかすると引き抜きどころか、来年 J2 で戦う可能性もね、あるっていう話になっちゃうんですよね、昇格しちゃうと。まあ、ただそのゴンさんがやっぱりこう J1 とか
札幌とかで監督やれば話題になると思いますし、これだけこうもうすでにミシャが認めるチーム作りをしている沼津でしているゴンさんに、もう少しこう予算のあるクラブで監督をしたらどうなるのかっていうところも見てみたいなと思いますね。なんで全然あると思うし、ミシャも認める実力というかなのは間違いないですね。ゴンさん、ゴン中山正史と、ある意味ね、ミシャよりもやっぱ全然知名度ありますから、うん、一般層ではね、一般層に対しての知名度っていうのはやっぱりゴンさんの方があると思いますし、ゴンさんが J1 で監督ってなると話題性もかなりあるかなと思います。でこちらの方、野々村さんがいなくなって OB 方の方の力が必要なんですかね。曽田さん、吉原さん、財前さんと。まあでこの中で解説やってないのは財前さんですよね。財前圭一さん、元コンサドーレの監督ですけど、今はアカデミーのヘッドコーチ、まあやってて、確かもったいないですよね。だってコンサドーレの監督を務めて、で毎試合前試合後メディアの前で喋ってた、そういう人が今アカデミーのコーチやってるってことはあんま知られてないし、全く表舞台に出てこない、喋る、あれだけ顔を売る機会があった監督を務めてた人が表に出てこないっていうのはなんかもったいないなと思いますね。ね、だってそんなにいないわけですから、クラブの監督をやってた人とかやれる人っていうのは、少なくとも勤めてたクラブの監督をしていって、メディアとの対応とか話す機会が多かった、その間顔も売れてて、でコンサドーレの元監督っていう肩書きがそんなにこう安いものじゃないというか、もっともっと活かしていけばいいんじゃないのかなと思いますけどね。メディアに出たりとか、J1 の監督、その時 J1 じゃねえか、コンサドーレの元監督っていう肩書きでもっともっとメディアとかに出てたりとか、 PR とか広報活動に参加してくれたら、元コンサドーレ監督目線で発言としてもまた重みが違うかなと思うんで、もっとこう活用する方法というかないのかなと思いますね。もったいない、もったいないですね。こちら、コンサの補強はブラジル人じゃないとダメだわ、ウリさんもいないからだわ。ウリさん、まあ、チームサイコさんですよね、ブラジル人の通訳を担当してて、で今はコンサドーレのスクールのコーチをやりながら自身のお店ソルっていうシェラスコ屋さんをやってるんですけど、なんかかなり忙しいみたいですよ。キッチンカーを始めて、そのキッチンカーの営業がかなり忙しいっていうのはあるみたいです。ただやっぱりウリさんチームの、子さんで、それこそ昔はののさんと一緒にこう試合後挨拶回ってたりしましたし、やっぱりこうチームの子さんっていうのもあって、ブラジル人選手たちもウリさんの言うことはもう聞くっていう感じだったらしいんで、ああいうキャラクターがいないっていうのも寂しいですよね。で今季からいないっていうことなんで寂しいなと思いますね。ミシャさんが来季もやるのもあんま不満はないけど、ミシャの体調面が心配と。ミシャの去年まではマリオさんっていうクロアチア人のコーチが入ってて、ミシャの、まあ、身の回りの世話っていうとあれだけど、メンタル面とか相談相手とかになってたんですけど、帰っちゃったんですよね。だからなんかコーチも少ないけど、そういうクラブに関わってきた人たちのキャラクターとかがもうグッと減って、でそういうタイミングに限ってこういうふうに低迷しちゃってみたいな、本当になんか悪いことがどうしてもなんか歯車、一度外れた歯車が、崩れた歯車がこううまくこう巻き、噛み合わないまま来てしまったシーズンだなと思いますね。だって例年通り終盤には調子上がってきたんだけど、さあ間に合うかどうかと、試合数的にっていう感じだと思います。なんで、まあ、今までの話をまとめて言うと、
まあ、コンサが発展するためにはどうしたらいいかってことをみんな考えてるわけで、そのために、責任、目に見える形で責任を取って、ミシャなのか、三上 CM が辞めるべきなのか、ただ責任の取り方として辞めるってことが正しいのかどうかってことですよね。で、僕が思う責任の取り方としては、まずその来年 J2 に落ちるだとして、まあでも黒字化は達成しなきゃいけない。クラブのライセンス的に。で、黒字化をちゃんと達成する。で、ある意味 J2 に落ちれば J1 ほどの予算いらなくなるわけで、黒字化達成にはもしかすると降格した方が有利かもしれない。少ない予算で J1 の中戦うよりも J2 の方が人件費的には少なくて済む。だから黒字化を達成する、条件としては J2 の方がいいかもね。ただその一方でちゃんと昇格しなきゃいけない。1年での昇格、2026年のシーズン以降前にそれに合わせて J1 に戻るってことは達成しなきゃいけないんで、この黒字化と J1 昇格っていうものに対してちゃんと目処が立つような編成とか、その目標達成へのビジョンってものをちゃんと表明してくれるんであれば、三上 GM でいいのではないのかなと僕は思いますね。はい。まとめるとそういう感じです。はい。40分喋ったよ。ってな感じで、やっぱいろんなね、テーマがあってお話しさせていただきましたが、またね、皆さん、思うところまだまだあるでしょうから、コメントを全部読ませていただけるの、いただいているので、ぜひまた、皆さんの意見、ね、お聞かせください。ということで、また会いましょう。生きがい TV でした。さようなら。